目です。あと2ラウンド。11回倒せるか西岡俊明、もうポイントは圧倒しています。まあ今怖いのはですね、うちに、まあ、ノックアウトしようと思って連打して打ちを、突かれているところに組むというパンチは怖いですよね。今もう右にグローブが結構お腹の方に来てるんで、左は空いてますよ。右顔面がムンローのガードが下がってるということですね。ただしかし浜さんもおっしゃったように、倒そうとかいう気持ちがムクムクと湧き上がってくると、ムンローまだ力残してますもんね。ムンロー諦めないですからね。ポイントはリードしています。間違いないリード、オープンスコアリングシステムでそれはもうはっきりとしています。おっとっと、あとは西岡がみんなが期待する KO 防衛というところに焦点が、ね、焦点が移りそうです。前進する力が衰えましたね、はい、ムンローは。イギリスにね、ボクシングニュースっていう、ボクシングの週刊誌あるんですよ。そこにね、このムンローのことをね、あー、来たね、止まった、もう一回いきます、もう一回いきます。さあ、顔面ボディが入りました。もう一回下をノックして上をこじ開けます。西岡ガードを固めてですね、ロープまで持っていけばいいんですから。はいはい、あー、交代します、ムンロー。